本日は11月の3日です。朝起きて、なんかたんが絡んで、たんというかなんでしょう、なんだろう、鼻水と言ったらいいんですかね。をまあ口からペーと出したんですけどね。なんか 乾燥して、空気が乾燥してきてるっていうのもあるのかもしれませんが、ちょっと閲覧注意な、また血混じりの鼻水と言ったらいいんですかね、まあ、口から出したものだけど血が絡んで いました。ね、ちょっと今ペーって出してからトイレ行ってとかしてたから、これちょっと閲覧注意ね。ティッシュにこう、なんていうの、液体が広がったんだけど、だからちょっと、朝見た衝撃とはちょっと違うけどね。ちょっと見せます。髪 茶色っぽくなってるの、わかりますかね。この中心の部分が、まあちょっと血が絡んでるというか、普通の今はなんかこうティッシュの色っぽく見えるかもしれないけど、ね、どうってなんかちょっと名残が見えますね。こうペッてして見た時には真っ赤な血が、血まじりの鼻水というか痰というかが出てきてて、え？ってちょっと思いました。で、昨年群馬県桐生市梅田町にいた時に、お隣の室外機が回り、エコキュートも結構回っている、そのストレスの後だったっけね。あとはその時ちょうどあれかな、カーテンをコインランドリーで洗ってきてもらっちゃったせいで、まあ、鼻水が出るようになって、で血混じりだったっていうのもあって、今回その血混じりのこの鼻水というか、ね、痰みたいなのっていうのは、化学物質過敏の影響なのか、まあ、音の方の影響なのか、はっきりちょっとわからないけど、両方あると思います。まず、いきなり10月1日に、約1ヶ月前から、まあ、約1キロ離れてるところで、800メーターぐらいかね、離れてるところで下水道工事が始まっちゃったんですね。で、それの音とまたお隣からのチェーンソーの音、薪を、薪を切って薪にしているんでしょうね。そして薪を焚く匂いというのが、もう夕方、冬なんでね、3時頃とかにはもう匂ってきちゃったりするんですよ。で、お家の中でもその煙ってな、どこからかやっぱ入り込んできてしまうようで、防毒マスクをするほどではないけれど、やっぱりちょっと不快感っていうのは残ってて、また夏とは違うストレスがこう加わってきています。
せっかくね、夏の騒々しさが終わったかなと思ったら、公共事業の水下水道工事が始まっちゃって、まあ、相変わらずお隣さん協力していただけず、だから重機とかの作業音がかなり重なっちゃってるんですね。まあ、それからね、季節の変わり目っていうのもあったりして、まあ、いろんな負荷が体に加わっての、まあ、結果なんですかね、出血。ちなみに今は月経サイクルで言うと、もう月経が終わって調子のいいサイクルに入ってるんですけれども、にもかかわらずこれね、やたらにこう鼻が詰まるっていう感じもありますしね。今日はね、なぜか喉がなんか潰れるような感じがあります。今ちょっと鼻かんだんですけど、やっぱり血混じりというか、ほんとちょっとですけどね、まあ、なんか閲覧注意ね 血が混じってしまいましたね、また。